台湾リスは、ネズミモクリスカハイガシラリス族に属する小型のリス類の一種である。アジア全域にかけて広く分布する、クリハラリス、カルロスキウルスエルトラエウスの台湾固有アシュである。本種を、別種のハイガシラリスカルロスキウルスカナスパスの一足と、する説があった。しかし、台湾には、ハイガシラリスは分布しないとする説により、一般的には、クリハラリスの一足とされる。 日本リスより一回り大きく、東道町が20から22センチメートル、お長がが17から20センチメートル、体重が360グラムほどになる。短い体毛を持ち、背面は肺褐色、腹部は泡褐色、または赤褐色になる。さらに背面には黒と黄土色の毛が混じる。メディアを再生する台湾リス中高生であり、単体で行動する。 しかし、幼少期などは、軍で行動を共にする。木の枝から枝へ1メートルほど飛ぶことがある。普通は、低山帯から高山帯にかけての、上緑紅葉樹林に生息するが、市街地の緑地や公園、寺院や神社の鎮守の森などの環境にも適応することが、できる。ワンワン、クックという鳴き声は、小型犬や赤ゲラの声に似ている。猛禽類や、 ヘビ類などの天敵が近づいた時には警戒音を出して仲間に知らせ合う行動が知られている。植物性の餌を主体とした雑食性であり、樹木の果実や種子、花や葉を食べる。時にはアリやセミのような昆虫やカタツムリなどを捕食することがある。繁殖期には細い木の枝を集めて樹上に巣を作る。木の葉が落ちた冬には丸見えになった巣を観察することができる。 繁殖期は特に決まっておらず、年に1から2回繁殖する。中には年3回繁殖した例もある。もともと台湾に分布しており、日本では1935年に伊豆大島の公園から逃げ出したのを皮切りに、神奈川県南東部、静岡県東伊豆町、岐阜県岐阜市、大阪府大阪市、和歌山県和歌山市、長崎県、熊本県など、 日本各地に観光用として放されたり逃げ出したりして広く定着している伊豆大島では1935年に飼育個体が逃げ出してから分布を広げ島内全域に生息するようになった現在では日本で一番個体数が多いと推定されている神奈川県の江ノ島では1951年に 伊豆大島から連れてきた54匹の台湾リスを江ノ島植物園で飼育した。しかし、台風で飼育小屋が壊れたことで逃げ出し、弁天橋を渡って鎌倉市内に入り込んで繁殖するようになったと言われている。また、鎌倉市内の個体については別荘地で飼われていた個体が逃げ出し野生化したとする説もある。アルゼンチン、フランス、ベルギー、イタリア、 オランダにも移入分布する。餌付けを控えるように促す張り紙岐阜市の金華山リス村の動物園では台湾リスが飼育展示されている。1980年代になり個体数が増えて分布が拡大したことで在来種である日本リスと競合し、日本リスの地域的な絶滅要因になる可能性が懸念されている。コゲラやシジュウカラといった小鳥の巣がある軌道の入り口を かじって広げ、中にいるひなや卵を食べる被害も報告されている。餌の少ない冬場などは、人家近くに現れることも多い。主に好みを食べる。椿のつぼみや、収穫前の果実を食べることや、樹木の樹皮を剥がして食べることがあり、食害が問題になっている地域もある。また地域によっては、電線や電話線をかじる、雨戸などの家屋をかじるといった被害も出ている。 神奈川県鎌倉市では、民家の天井裏などに住みつき、庭の果事をかじる、物干し竿を伝え歩きすることによって、洗濯物を汚す、電線や電話線をかじるなどの被害が出ている。また、秀勝寺では、指定天然記念物であるわびすの樹皮が剥がされる、被害が出ている。鎌倉市では、1999年から台湾リスに対する絵付けを禁止し、 捕獲作業を行っている。捕獲を開始してからは、年々捕獲数、被害相談件数ともに減少している。長崎県壱岐市や後藤市では、植林した杉やヒノキの樹皮を食害したり、農園の果樹や農作物を食害したりする被害が出ている。そのため、カゴ穴や捕獲檻などを使った駆除が行われている。 2005年度における漁師での捕獲頭数は5623頭になり、被害総額は182万円に上った。伊豆大島では、島内で付設されている送電線を台湾リスが渡ったりかじったりすることによる停電被害の未然防止のために特別な被膜で覆われたものに交換した。2005年に外来生物法による特定外来生物に指定された。 したがって、飼育などが原則的に禁止されている。しかし、岐阜県岐阜市の金華山には、台湾リスと遊べる金華山リス村が所在する。ありがとうございます。